東京五輪の取材で来日し、ツイッターの、コン、に愛すレポートが話題を呼んでいたシン、ポールの記者が帰国を報告した。同志の投稿を楽しんでいたツイッターユーザーらから、ま、戻ってきてと別れを惜しむような声が、上がっている。シンガポールの放送局、ツナの記者、マシ、モハンさんは2021年8月9日、日本語でツイッターを更新し、と帰国を報告した。 さらに、私をサポとしてくれてありがとう。日本人のおかげで、もうオリンピックは、素晴らしいですと続、いる。モハンさんが、日本のツイッターユーザーの間で注目を集めるきっかけとなったのは2のツイート。森永製菓のアイス、チョコモナカ、ヤンボについて、昨夜は最高のコンビニアイを発見しました。と、英語で伝えていた。以降、日までの7日間。 閉会式の夜にさえ、コンビニアイのレポを欠かさず行っていた。これまでの、つ、とによると、チョコモナカジャンボトロ、雪見大福、そして赤木乳業、ガリガリくんり、チチョコミント味が気に入ったそうだ。モハさんは、帰国を報告するツイートで、とも日本、でつづり、日本のコンビニアイスに後ろ髪を枯れているようだった。今回の投稿に、つい、では、といった声が上がっている。